おはようございます。白斎です。本日のお話は、今日の恨み節は何時間というお話です。恨み節と言ってしまうと、また、ちょっと極端かもしれないですけど、まあ、わかりやすいかなと思って一応そういうふうにしたんですが、なんかね、こう、嫌な奴がいて、その人に対してこうイライラしてしまうことってあると思うんですよ。別にもう顔を見ただけでイライラするっていう人はなかなかいないと思いますけど、まあそのイライラする人間がさらに自分をイライラさせるようなことを、した場合に、それに対してなんかこうね、ずっとこう考えてしまう。それが例えばね、自分の部下とかだったら、まあ、ダメだろうって言えるかもしれないですけど、上司とか先輩とかとなかなかそれが言いづらいものがあるってなると、どうするかっていうと頭の中で、いろいろ考えるわけですよね。でもね、もうそれはね、時間の浪費ですよね。これは本当に人間結構何万回って言ったかな、なんかいろんな質問を自分に対して無意識にもしてるらしいんですよ、一日のうちに。で、いろんなことを考えてると。で、それだけのことを考えていて、一体どれだけその中でね、建設的な質問とか考えがあるのかとか、どれだけネガティブなね、そういうなんか恨み節みたいなことを考えてるのかっていうのを、もし、ちゃんとね、数字にして表したら、結構ゾッとする結果が出るんじゃないかな、というふうに思うんですよね。意識してないと。で、ネガティブが出てくるのはもうしょうがないんですよ。そんなものを。まあ、毎日いろいろあるのと。だから、当然それに対して、もう、口には出せない。なんなら顔にも出せない。出ちゃってるかもしれないけど、顔にも出せない。けど、出てくるじゃないですか。イライラって。なんだこいつとか。まあ朝の電車とかだってね、特に都心の満員電車っていうのはもう狂ってますから。あれはね、あの中にいてね、まあ、慣れてくるものかもしれませんけど、本当のピークの、満員電車に乗っていて、にこやかな気持ちというか、で、いられる人ってのは多分なかなかいないと思うんですね。もう、本当にしんどいですから。なんで、まあ、出てくるのはしょうがない。そういうもう考えがね。で、ただ、冷静にですね、考えてみると、そういう変なことを、なんだこいつ、ほんと腹立つとか、そういうことを考えてる時間というのは、ちょっと客観的に引いてみたときに、なんて無駄な時間なんだろうって思うわけですよ。で、そういうふうに考えてるときは、もうそれに集中してるから、他のこと考えられないし、例えば本読むにしても、何にやるにしても、なかなかこう、心ここにあらず状態でね、なかなか目の前のこと集中できない。ほんともったいないわけですよね。で、しかもですね、それだけ、例えば1時間とかずっと気づいたら考えてたりするわけですよ。変なことを。それだけのことにこう集中してね、頭使ったんだから、なんか成果があるだろうと思うじゃないですか。成果はですね、その苛立ちに油を注いでるだけなんですね。その苛立ってるっていうその火に対して、ひたすら油を注ぐだけ。で、頭の中で考えて悶々としてるだけだから、もう何も解決しなければ、何一つ変化しない。ただ、イライラが増しただけ。で、結局その一瞬もしかしたらなんかその頭の中でね、リベンジをしたら、ちょっとスッキリするかもしれないですけど、現実が変わらないから、また繰り返しになっちゃうんですよ。で、もうそういう時のね、多分顔っていうのは、私もそのなんか別にビデオとかで撮って見たことがあるわけじゃないんで、わかんないですけど、でも、ふっと気づいたときに、すごい眉間にシワが寄ってるときがあって。昔ね。もう、ちょっと引きますね、あれは。気づいたらだって眉間にシワ寄ってて。多分ね、すごい、こう、怖い
雰囲気を、人を寄せ付けないような多分顔つきをしてたと思うんですよ。その時、そういう時って。もったいない。それでもし飲み屋なんて、行ったら、もう店員さんにすら多分惹かれますよね。なんでこの人怒ってるんだろうって。別に怒ってるつもりないのにね。ということで、もう何一ついいことがない。実際私は昔、働いてた会社でですね、まあ、いろいろあって、そこのね、まあ、小さい会社だったんですけど、そこの、まあ、経営者と最終的にもう、すごい、こう、悪い、仲が悪い状態になって。でね、辞めてからもしばらくね、なんかふと思い出すとね、すごいイラついて、考えてしまってる時があったんですよ。もうそれは本当にね、アホ臭い時間で、なんで嫌いな奴のこと考えてんだろうって冷静に考えれば思うんですけど、まあ、そうやってなんかそういう状態だと、なかなか気づきにくい。でも、もしね、もうそれ考えてしまって、その時間使ってしまったらもう取り戻せないんで、それはしょうがないんですけど、でも、できるだけ減らすように、そういう時間をもし、その時間、同じ時間の長さで楽しいことを考えてたら、どうだったとか、なんか別のことに集中してたら、どれだけのことが身についただろうとか、いうふうに考えていくと、だいぶね、変わってくると思うんですよ。だからまずは、その変な、恨み節のね、頭で考えてる時間っていうのは、もう時間の浪費だっていうふうにもう認識する。で、その上で、例えば、なんかまあ、笑えることをしたりとか、まあ、友達と話すのもいいですよ。なんか面白い、映画を見るなり、動画を見るなりでもいいですよ。まあ、あと好きな映画見るとか、音楽を聴くとか、大声で歌うとかね、ランニングしたりウォーキングして、体を動かすとか、まあ、とにかく、何か別のことで集中しようと思わなくてもやってたら集中してしまうようなことをする。で、恨み節にそのなんか、さらにこう、そういう恨み節を考える、隙を与えない、というふうにもうしていく。それを繰り返していくと、だんだんその、イラッとしても、そのね、時間を短くできるようになってくるので、できるだけですね、そういうなんか、時間がもったいないので、時間は限られてますから、仕事もあれば学校もあるわけで、そんなね、そんなしょうもないことに使ってる時間もったいないじゃないですか。なので、できる限りですね、いい形で時間を使えるように、していっていただければな、というふうに思います。はい。ということで、本日のお話は、今日の恨み節は何時間?というお話でした。では、今日も素敵な一日を。